はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんにちは、こんばんは。Dのんちザワイズです。はい、今回は朝ドラ虎に翼の第91話について話していきたいと思います。はい、第91話は大人の恋愛編と言っていいんですかね。光一さんが虎子のところにこう遊びに来るっていうね、ちゃんと、お菓子を持ってね、ユミの気持ちをしっかりと抑える光一、光一さんのね、トラコへ対する気持ちがね、膨れ上がってきてる感じね、それが見えますけども、トラコの方は今のところは全くそういう感じがないんではなかろうかと思いますが、皆さんはどう思いますでしょうかね。まあトラコはね、昔からそういう、鈍感なタイプね、いますよね、鈍感なタイプっていうのはね、だからまあ男にとっては鈍感なタイプに行く、鈍感なタイプを好きになるっていうのは結構大変なね、大変な日々を送るというかね、まあでもね、光一さんはもうルックスが良すぎるんだよね。まあ惚れない女性はいないのではなかろうかという感じがあるんでね、まあ心配はしてないんですけどね。そしてね、せっかくトラコとユミと3人で過ごしているのに、あの弁護士兄弟がね、やってきた。小さい村なんでね、噂にならないようにみたいなね、私たちやってきましたみたいな、これはもう面白いね、面白いシーンではないかと思いますね。あと今回面白かったのは、もうあの岡部隆さんの息子とね、伊藤沙莉さんの戦いね、クソババアと思ってたっていうのとね、クソ小僧みたいなのをお互い思ってたよみたいなね、とこはなかなかまあ面白いシーンではなかろうかっていう感じでしたね。あとは涼子様がこう気づいてるね、光一さんトラコのこと好きだなっていうのをね、気づいているあのカットがありましたね。そこは私は見逃しませんでしたよ。だからもう光一さんの気持ちは結構バレ始めてるっていう感じですかね。はい、今回はなかなか、面白いシーンだったのでは、シーンが多かったのではなかろうかと思いますけどね、皆さんはどう感じたでしょうか。まあね、あの喫茶店もね、全然客入ってこなかったりするのもちょっとね、みたいなね、面白さあるけどね、不思議さか、っていうのはあるけどね、まあ光一さんのまた来ますっていうのを言った時も、タラコなんでまた来るのみたいな感じのところとかね、まあちょっと変だなっちゃ変だなって感じはあるんだけどねえ、はい、まあ今回はあの今週ね出ると思われるミサイが今日は出てないですよね。これがね、避けては通れない今課題になってますから、ミステリー虎に翼がねもう始まっちゃってるわけですから、この解決ね見たいですね、どうなるかね。はい、そんな感じで本日はまあゆったり、あれだ、あと麻雀のシーンね、麻雀でこう牌をこうね、なんていうんだ、上に上げるっていうのかな、積んでそれの時に牌がバーンって飛んじゃうんだけど、それがやっぱ伊藤沙莉さんうまいですね、飛ばすので
あれわざと飛ばすとなるとなかなかまた難しいんじゃないかなと。ね、わざとうまくやらないっていうの方が結構難しいのかなというのを感じて、うまいなって思いましたね。はい、そんな感じで、明日も楽しみにしたいと思います。はい、本日8月5日、私、Dean のんちザワイズ誕生日となっております。まあ、Dean のんちザワイズもう何年かこの名前に出会ってるんですが、なかなかみんな、フルネームで呼んでくれる人はいないですね。キャリーパーミエパーミエもめちゃくちゃ長いんだよね、名前本当はね。ただ最近多少ワイズさんって呼ばれる時もあるんですけど、ね、はい。まあ結局のんちさんに戻るというかね、大体の人はね。まあ D って、まあ D って呼ぶ人あんまりいないんだよね、割とね。この D のんちさんの D は、ラッパーの D スモークさんっていう人から私は撮ってるんですけど、うん、いいな、ラッパーの。そう、ラッパー好きなんだよね。ちょっとラッパーっぽいのがいいかなと思って。自分の音楽は、その、ラップ的要素を自分の中で入れてるつもりなんだけど、多分誰にも理解はされないと思うんだけど、話のね、やっぱラップってものはすごい好きなんで、その要素をうまくファンクミュージックの中に入れて、そしてロックとして成り立たせるみたいな、そんなイメージで私やってるんですけどね。最近はギターを弾くケースが多くなってきたんでね、なおさらまたちょっとラップ的なノリがすごく難しくなってはきてるんですけども、でも、なんか目指してるものはやっぱりそっちの方面の、感情の伝え方、そこはやっぱね、ラップ、ヒップホップ、ヒップホップか、そうか、そっちにの方がね、一番感情が伝わっていくと私は思ってるんで、そうそう、ヒップホップ的要素を、だからもろとど真ん中のヒップホップっていうわけにはいかないんだけどね、そこはまた自分とはちょっと違うんだけど、自分の好きなヒップホップの要素をね、ちょっとずつ曲の中にね、織り込んでってるつもりでね、やってるんですよ。はい。まず、そう、そんで誕生日で、今日誕生日で、昨日前夜祭、誕生日前夜祭やらせていただいて、本当にもうね、まあお客様は次第だね、もう自分ができることってもう限られてる、ね。自分がどんだけこう、ね、もう、それは毎回やってんだけど、それではどうにもならない、会場、箱、その雰囲気ってものがね、ありますから、このお客さんのパワーと自分のパワーが、がっつり、こうね、なんだろう、対峙するっていうんですかね、向き合った時にこう、ね、素晴らしいものができると思うんですけど、昨日は、もうかなりお客様方、仲間の方々、ね、にこうパワーを存分にいただいて、あそこまで存分に来ると来ていただけたら自分もね出せるというかね、すごい、いい一日でしたね。でやっぱり思うのが、本当にやっぱり人生っていうのはどれだけ自分以外の人を応援できるか、自分はもちろん、その、自分を応援する技術っていうのは磨いていかなくちゃいけないんだけどね。その自分を応援するってみんな結構下手だよね。だけど、なぜ下手なのかと言ったら、他人をしっかり応援してないから、自分を応援するのも下手だと思うんだよね。わかるかな？とにかく、自分以外の誰かを、本気で応援する、そういう人っていうのは見ててすごく輝いてると思うんだよね、俺はね。いいなって思うの、俺すごく誰かを応援してる人ってすごくいいと思うんだよね。それ別に1個じゃなくても何個でもいいんだけど、とにかく応援ってめちゃくちゃその応援されてる方の人のパワーにもなるし、それを見ている人たちの
パワーにもなるんでね、うん、自分もね、そういうのを感じるようになってから、うん、応援する人って素敵だなって思うようになってから、なるべくね、うん、人を応援したいなと思ってる。それは本当に自分のためにもつながるというかね、うん、なんだろう、うん、自分を愛するっていうことにもつながるっていうかね、うん、いや本当に昨日もたくさんのこう人を応援する、うん、例えば本当にまあ突然歌ってもらった昨日、竜兵さんっていうねミュージシャンの方がいるんですけども、その人がまあツイッター X 上でこうね、自分も行くんだけど誰かも行きませんかって言ったらね、竜兵さんを応援してるファンの方とかがね会場に駆けつけてくれてるっていうか、その竜兵さんがまだ出るとは言ってない時にね、うん、竜兵さんがいるなら見てみようとか、うん、そういう気持ちとかねが生まれてるって、それ素晴らしいなと思って、うん、だから自分ももっともっとね影響力を持って、うん、ね自分がいいと思う人ね、俺以外の人を応援してもらうっていうね、もちろん俺も応援してもらいたいけどねそれ、うん、だけど俺が言った人をうん、がっつり応援でしてくれるっていうか、俺の目を信じてくれるみたいな人をたくさん作っていきたいなと昨日も思いましたね、うん、で仲間からねギターもいただいて、ラフロイグいただいて、メロンいただいて、本当にね物じゃないんだけど、でもやっぱり嬉しいよね、すごく嬉しい。それに企画をしてさ、うん、やろうってする人、それに乗っかってくれてるっていう人がたくさんいるってことがもうやっぱり自分のパワーにもなるしね、すごい感動的な日でした。うん、だから自分もそれに応えられるように日々ね鍛錬を繰り返し、こう少しでもねいいものを見せていきたいなと思いました。はい、ありがとうございました。はい、それではまた明日。バイ。